さんこんにちは、パン職人のゆりなです。今日は3種のこぼれるチーズパンを作っていきたいと思います。チーズ好きにはたまらないパンです。材料は6個分を記載しております。モルトがない方は砂糖での代用も可能です。約4時間ほどで完成させていきましょう。とっても美味しそうですね。では早速始めます。材料を事前に計量しておきましょう。ニューロモルトに計量した水を少量加えて溶かしていきます。溶かしたものは再度水に戻しましょう。砂糖を使う場合はここで準強力粉に混ぜておいてください。そしたら水を準強力粉に加えて粉気がなくなるまで混ぜます。これぐらいまでですね、まとまったらこのまま生地を休ませていきます。20分ほどこの状態で放置をしましょう。オートリーズといって、このまま休ませることで生地のつながりができるようになる製法です。20分経ったらそこにドライイーストを加えて生地で包んでいきます。ボールにくっつかないように気をつけましょう。ドライイーストが中に包めたら、今度は塩を加えて再度同様に包んでいきます。フランスパン生地だったりハード系の生地ではこのオートリーズがとても有効です。菓子パンなどではあまり使いませんね。そしたら台の上に出して生地をこねていきましょう。台にこすりつけるような形で約7分ほどこねていきます。ちょっと生地がベタつくと思いますが、徐々に馴染んできますので焦らずいきましょう。今回の生地はバケットを作る時の生地と同様です。そしたら7分経ったら生地を持ち上げて台に叩きつけていきます。叩きつけていくとどんどん表面が整っていくのがわかると思います。約3分ほど繰り返します。こうすることで生地の伸展性が良くなって伸びのいいパンになりますね。出来上がりです。もちっとしてて可愛い感じの生地になりましたね。表面もしっかりと整ってます。あと膜をチェックします。膜をチェックしますが、伸ばした時にこれぐらい薄くまで伸びるようになります。そうしたらこね作業は完了です。ボウルに入れましょう。この時の生地温度は23度から4度がベストですね。そうなるように水の温度を調整していきましょう。季節によっても変わってくるのでね、その辺ちょっと難しいですが、室内で一次発酵を取っていきます。90分間取りましょう。発酵機などがある場合は27度で設定をします。これが90分後。打ち粉をしてから台の上に出します。ガス抜きと呼ばれる工程を取ります。少し広げて三つ折りをしましょう。向きを変えたら上からくるりと優しく巻いたら、このままガス抜きは完了です。表面がさらに整ってきましたね。ボウルに戻したら再び発酵を取ります。室内の発酵で30分です。濡れ布巾をしっかりかけといてください。冬場などのね、寒い時はちょっと暖かい場所に置いておきましょう。打ち粉をしたら台の上に出します。ここから分割になります。少し生地を平らにしたら1個 80g にカットしていきます。あまり細かく切りすぎないように大きく切ってから分量を調節していった方がいいですね。すべてカットできたら丸めていきます。カットした端を中心に寄せて軽く丸めていきます。ちょっとベタつく場合は打ち粉をしてください。苦戦してますね。だいたい丸になれば OK です。
後ろの閉じ目だけはしっかり留めておきましょう。全部できたら濡れ布巾をかけて休ませていきます。サランラップだとくっついてしまうので必ず濡れ布巾にしてください。20分間ベンチタイムを取りましょう。これが20分後、ちょっと生地が大きくなって緩んだ感じがしますね。そしたらここでチーズを用意します。今回はカマンベールチーズとダイスチーズとシュレッドチーズを用意しました。お好きなね、ブルーチーズとかモッツァレラとかお好きなチーズを用意してください。生地に少し打ち粉を振って、叩いて平らにしたらチーズを包んでいきます。好きなだけ包んでいただいて結構です。大体 20g ぐらい、 15g ですかね。 100g ずつだったら 15g ずつで計算してます。こんな感じに溢れんばかりに包んでいきます。チーズが少ないと焼いた後こぼれるチーズパンにならないので、ちょっと多めに包みましょう。しっかりと閉じたら裏返して形を整えます。この時に上を少し張らすようなイメージで転がすと上の方の生地が薄くなってさらにこぼれるチーズパンができやすいです。全部できたら天板に並べます。間隔空けてね、並べてください。こんな感じです。このまま二次発酵60分取りましょう。私は室内に濡れ布巾をかけて放置しておきました。60分後、クープナイフで真ん中に切り込みを入れます。この切り込みが短いとちょっと不格好なパンになります。思い切って端から端までしっかり切りましょう。真ん中だけではなくて端から端までしっかり切ります。ね、ちょっと開いてあげるといいかな。予熱したオーブンに入れて焼いていきます。230度で17分焼きます。スチームありなんですけども、スチーム機能ない方は入れる前に霧吹きをシュ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 と庫内にしてもらって焼いてもらえば結構です。焼き上がりましたね。こぼれてます。ポイントは、端から端までクープを切ること、あとはチーズをたくさん詰めることです。美味しそうですね。ワインとも合いそうです。ということで保存方法、冷凍庫で1週間ぐらいは可能です。解凍ですが、トースターよりは電子レンジの方がいいかな。500ワットで30秒ぐらいで戻りました。ぜひね、でも焼きたてが美味しいので焼きたて食べてみてください。ということで、今回もありがとうございました。インスタグラムの方でもレシピ紹介してますので、よかったら概要欄に貼っておきます。フォローよろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。